井上良介4月10日から2000年12月7日は、日本の銀行家、秋田銀行頭取、会長、秋田県秋田市出身、三菱銀行勤務を経て、秋田銀行を入行、審査部長、仙台支店長等を歴任する。1971年に春工となった、原本店の建設地先行の際には、 当時の役員ほぼ全員が旧本店跡地への建設へと傾いた中、企画部長であった井上が、県庁、市役所などが集積し官庁外として、新しい町並みが形成されつつあった、山農地区の将来性に着目。3ヶ月で校内を説得し、同地区への新地区へと構想を具体化したは長く、校内でエピソードとして語り継がれた。東取在任時は、 第2次オンラインシステムの稼働、預金残高1兆円の達成、CS モニター製の導入など、営業体制の整備に当たった。1986年5月6日には、自宅に強盗が入り、夫人ともども7時間余り脅迫を受け、10万円が奪われるトラブルに巻き込まれたこともあった。2000年12月7日、間質性肺炎のため逝去。年80、 日経金融新聞1991年8月26日日金祝冊版37七2000年日本金融通信社2001年朝日新聞有刊1986年5月6日ありがとうございます